はい、道山です。家に帰ってきてからやることがない、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回はやることがない中学生に親がすべきことというお話をしていきます。はい、そうですね、部活に例えば入っていない子とか、あとは部活に入っているけど回数が少なくてね、まあ週1回とかしかなくて週4回ぐらいはそのまま家に帰ってくると、で、さらに友達とね遊ぶこともなかなか難しいってなると、まあ本当やることないですよね。まあ結果的にゲームばかりやってしまうとか、まあスマホずっとダラダラ見てしまうかとかね、まあそんなような子が結構多いのではないでしょうか。じゃあ今日はね、なんでそんなねやることがないっていう風になってしまうのかってところと、あとはね、じゃあ親としてどのようにこういった子をねサポートしていけばいいかっていう部分をお話ししていけばと思います。まあ今日のお話聞いていただくとね、お子さんが学校から帰ってきた後結構充実した時間を過ごせるようになってくるので、まあ結果的にね、お子さんの未来も明るくなるかなと思います。で、最初にいただいた相談内容から読んでいきます。うちの息子は中1ですが、塾に行くのを頑なに嫌がっています。部活も週1あるかないかの部活なので、家に帰ってきてもやることがありません。こういう場合どのように時間を過ごさせればよいのでしょうか。一人っ子、コロナで友達と遊ぶこともできない、読書もしませんっていうことですね。はい、そうですね。まあ家に帰ってきたら大抵やることとしては、例えば本を読んだりとか友達と遊んだりとかね、まあそういったことがやってる子が多いと思うんですけど、まあこの子はねそれもできないと。じゃそういった場合ね、どうしたらいいかっていう部分ですね、今日お話ししていきます。まず考えられる2つの原因としてね、1つ目がやりたいことがない、2つ目が友達を作るのが苦手。まあ今回はこの2つが考えられるかなと思います。やりたいことがない。例えばですね、お子さんがじゃあ卓球が大好きだとします。で、今回ね、相談に書いてあるように、まあ部活も週1あるかないかの部活って書いてあるのでね、まあこれがどういう理由でそうなってるかはわからないです。例えば、まあ部活のね、改革によって減ってしまったのか、もともと少ない部活だったのか、もしくはコロナによって一時的になくなっているのか。まあどのパターンかわかんないんですけど、例えばじゃあコロナでね、なかなか部活がやれず、で、週1になっちゃっているっていう場合、本当にね、例えばじゃあ、どうしてもお子さんが卓球が大好きで卓球部に入ったけどコロナでなくなっちゃったなら、近くに卓球スクールとかなんかそういうものあるはずなんですよね。まあ探せば、でそういったところに行って別に卓球やればいいんですよとか、あとは卓球部に通っている子たちも多分同じようになんか週1になって嫌だなとかって思ってると思うんですよね。であれば例えばみんなでね、じゃあ近くのなんか公民館の卓球のとこちょっと借りて、部活ない時みんなでやろうよとかってこともできるわけですよ。まあもちろんね、その辺はコロナのその状況で緊急事態宣言中とかにやるのはちょっとどうかと思いますけど、それがない時期とかだったらまあできますよね。だから本当にやりたいことがあれば何か活動ってできるんですよね。でも現状は何もせずダラダラしちゃってるってことは、多分これがまだ見つかってない可能性は高いかなと思います。で、あともう一つは友達を作るのが苦手ってことですね。まあ、正直なところ、緊急事態宣言中だろうがコロナ中だろうが、やっぱね、街中見渡してみるとマスクして遊んでる子は遊んでるんですよ。っていうのも、なんだろうな。もちろんね、推奨はできないですよ。推奨はできないですけど、冷静に考えるとですよ。じゃあ、マスクをして学校に行っている時の感染率と、マスクをして友達と遊んでいる時の感染率がどれぐらい違うかっていうとですね、まあ、ほぼほぼ変わんないですよね。つまり、友達と学校でこう、交流しているんだったら、まあ、別にそれが家で交流したとしても、そんなにね、変わらないと思うんですよ。まあ、この辺はね、お父さんお母さんとかの、判断とか、あとは、家族にね、そういったお年寄りがいるかどうかとか、まあ、この辺も全部加味して考えないとはいけないとは思うんですけど、まあ、おおよそね、緊急事態宣言とかもなかったら、別に外で友達とね、マスクしながら、なんか遊ぶぐらいだったら、そんなに問題ないと思うんですよね。まあ、でも遊びに行ってないってことは、おそらくそれが原因なんじゃなくて、遊ぶ友達をうまく作れていないって部分に多分原因があるかなと思うんですよ。だからやっぱこっちをサポートしてあげるってことがね、大事になってきます。じゃあどうすればいいか。まずやりたいことを見つける方法としてはですね、結論、新しい経験をさせるしかありません。新しい経験をさせる。というのもですね、例えば、お子さんがね、じゃあ、まあ、なんかね、例えば、じゃあ卓球がね、さっき卓球を例に出したのでお話しすると、卓球が好きになって、
る子がね、いたとします。なんでこれ好きになったかっていうと、まあ、たまたま例えば卓球部に入って卓球をやって楽しかったとか、まあ、お父さんお母さんとなんか温泉に行って温泉で卓球をやって楽しかったとか、なんかそういう楽しいっていう経験があるからこそ卓球を好きになるわけですよね。つまり何かいろんな経験をさせていって、その中で楽しいという気持ちが芽生えるからこそやりたいことって見つかるわけです。まあ、なのでどん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 ね、いろんな楽しみを見つけさせるサポートをやっぱ親はね、してあげた方がいいと思います。まあ、例えば、じゃあどういうふうにね、それやっていけばいいかっていうと、一番のポイントは、小さな興味を広げてあげるっていうことですね。例えばじゃあお子さんがね、動物の森というゲームがね、仮に好きだったとします。そしたら動物に多少なりとも興味を持っているってことですよね。であれば牧場に行って、例えばじゃあ乗馬させる経験させてみたりとか、ハムスターを飼うっていう経験させてみたりとか、うん、もしくはなんか親子で一緒に動物園行くとか、まあ何でもいいですけど、うん、なんかそういう関連した経験をさせていくことってできますよね。それだったらお子さんがもしかしたら乗ってくるかもしれないんですよ。こういうような感じで子供がちょっと興味を持ったものに関連したものをどんどん経験させていくと、なんかね、やりたいことって見つかるかなと思います。で、あと、まあ、今回の相談者の場合ね、読書をしないっていう風に書いてあるんですけど、これはね、読書をしないんじゃなくて、読みたい本がないから読書をしないんですよ。実際僕のね、過去の教え子にも、もう、本なんて全く一冊も読んだことがないと。で、さらに国語なんてずーっとね、内申が1で、もう文章全く読めないって子やっぱいたんですよ。でもその子にね、その子が興味のありそうな本を渡してあげたら、僕は個人的に購入してですよ。もう食い入るように読んでね、一週間でね、普通に読み切りましたね。だからその時僕は分かりました。本は読めないんじゃなくて、読みたい本がないのが原因なんだなってことがやっぱ分かったんですよね。なのでお子さんにもね、同じようにちょっとでも興味があるものがあったら、本をね、買ってあげて読ませてあげるといいと思います。まあ、仮にね、動物が好きだったら、それこそ、なんだろうな、昔でいうムツゴロウさんの自伝買ってあげてもいいと思いますし、動物の森の別に攻略本でもいいと思いますし、まあ、スポーツが好きだったらね、スポーツ選手の自伝でもいいと思いますし、あと僕がね、教師時代に結構ね、たくさんの子が受け入れていたのが、高橋歩さんの毎日が冒険っていう本ですね。これはね、男の子すごくね、どんな子でもね、興味を持ってました。こういうような本をちょっと見つけてお子さんに読ませてあげたりすると、結構本好きになったりして、そこからさらに、やりたいことを見つけられるかなと思います。で、あと友達ですね。まあ友達が、まあもしできず悩んでいたとしたらどうすればいいか。まずはやっぱ学校の先生との連携ですね。まあクラスでももしかしたら一人ぼっちになっている可能性もあるので、まあここは話しかけてもらったりねして、うん、クラスで一人孤独にならないようなサポートをしてあげることがね、大事かなと思います。で、あと今はね、新しいコミュニティを探してあげることもね、大事かなと思います。例えば、じゃあゲームをね、じゃあゲームの、じゃあ、マイクラがもしね、お子さんが好きだとします。マインクラフトですね。ってことは、多少なりともプログラミングとかに興味を持っているわけですよ。であれば近くにプログラミング教室とかね、最近、増えてきていると思うので、まあそういったところにちょっとね、参加してみたら、同じようにね、年齢は違うかもしれませんが、プログラミングやっている人たちと交流できますよね。そこで新しい友達ができたりとかもするかもしれません。うん。まあ、何でもいいのでね、お子さんがちょっと興味を持っているもののコミュニティを探して、そこで友達を作っていくっていうのも一つ戦略としてありですね。まあ、たまたま学校に気が合う子がいないだけって可能性もあるので、その場合はね、コミュニティを変えていくことで結構ね、友達ができたりもします。やっぱ誰とも遊べないっていうのはね、結構子供としてはね、辛い状況だと思います。もちろんここはね、本当にコロナの状況との兼ね合いにはなってきますが、まあ緊急事態宣言が出ていない時間帯だったらね、全然遊ばしてもいいと思いますのでね。うん。ぜひ、お子さんが友達できるようなサポートもしてあげてください。ということで今日はやることがない中学生に親がすべきことということで、まあ具体的にね、二つ手順をね、お話ししました。まあ、両方やっている方って多分少ないと思うのでね、まずはできていない方からどちらでもいいのでね、やっていただくと、お子さんのやりたいこともね、見えてくるかなと思います。